ということでこのさくら運転させていただけるということで走行性の足回り関係がすごく良いので、うん、味わってみようと思います、はい、じゃあ維持かけます。お願いします。まずこのハイルーフだからすごい余裕があるよね、うん、この全ての奥行きが広い ね広い。ちょっと調節してこのぐらいかな。トラックだからやっぱこう平べったくね、うん、ハンドルがあるからね。おお。あ、何の苦労もない。どう？何の苦労もない。運転しやすい。めちゃめちゃしやすいし、うん、窓も大きいから視界も強いし、うん、なんならこれ見て、これ。何これ？これ何？アラウンドビューですよ。周りが全部見えてて。すごくない？こんなことある？あ、そう、これすごいいいと思う。事故りようがないんじゃないの？わかんないけど。あ、助手席もさ、うん、すごい広いね。広いよな。広い。足元もな。安定性はもちろん、四駆のダブルタイヤじゃん、うん、っていうのもあるし、うん、まあ、それも含めてなんだけど、うん、ずっしりした安定感というのかな、うん、あの下の方に重心があるイメージ、うんうん、すごいね、運転してて安定感を覚えるよね、うん、体に。そう、それがすごい。これすごくない？これで言うとね、うん、ほら、まあ、本来はほらトラックの荷室が乗るからそうなんだけど、うん、真後ろも映っちゃってるじゃん、うん、で上からも映ってるでしょ、うん、ほら今水たまり、え、安心感やばいな。これすごいね、全部丸見えだね。これね、あの、なんだろう、大きいからとか背が高いから怖いとかあると思うけど、うん、俺ももちろん運転しますみたいな時は、うん、怖いと思ったけど、うん、いや、この安心感やばくない？すごいね。このクラスのキャブコンって俺ほらたまにしか運転しないから、うん、ちょっと怖かったりするんだけど、うん、ない、ない、恐怖心がない。何これ、これがやばい。モニターが何があってこのモニターがやばい。あとこれ駐車してみて、うん、完璧だったらもうこれでいいでしょ、うん、これでいいでしょっておかしいけど、決まりでしょ、決まりでしょ。いや、衝撃的な楽さだな。すごいね。ねえ、ここにちょっと止めてみましょうか。だってこれ、これ見ながらさ行けばいいんでしょ。あ、ほら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 、え、ほら収まっちゃう。はい、ほらぴったし。でこれ天から見下ろしてさ、うん、この枠に収めればいい、うん、バックとかも楽だろうね。だからね、そうだね、バック、バック一番楽じゃない。あ、すごThank you.
ゃあリアベッド、うん、実際に登ってみたいと思います。お願いします、はい、ラダーは下ろしてあるからね、うん、あ、すごいふかふか。どうかな、これ肉厚なんだよ、ここのマット。すごいふかふか、何センチあるんだっていうぐらい肉厚なんだよ、ね、びっくりした、膝乗っけて。どうこの空間、ちょっといいカプセルホテルなんだよ、ここだけで、うん、あ、足も余裕があるね、うん、なんとね、テレビがあるんだよ。それが嬉しいよね。そう、テレビ、照明、100ボルト電源と USB もついてる。両側にね、うん、スポットライトがあって、で、上の棚にもね、今ここにあるのは枕とかハンガーとか、あと折りたたみテーブルとかがあるから、例えばこの膝の上にテーブルを展開してね、ここでパソコンいじろうとか、うん、まあちょっと起き上がって漫画読もうとかもできるし、面白いよね。ここがさ、結構ダブルのタイプとかも、うん、あとは上下2段の2段ベッドとかあるけど、うん、このシングルを贅沢に使ってる車両ってなかなかないんじゃないの、うん、そうなんだね、ね、これはね、ビップルームってやつだよ、ね、これ寝る場所じゃんけんやばいよ、寝る場所じゃんけん。ここがいいよ。いや俺そこだね。いや違うよ、じゃあ寝るけど。あ、はい、おやすみなさい。おやすみ。あー、しっかり仕切れるな。いや、いいねこれ。うん、すごくね、綺麗に仕切れてる。
ダイネット、うん、座ってみたいと思います。はい、くつろいでみて。いやいや、おう、わ、そっち広、広いね。3人ぐらい行けそう、うん、横がすごい広い、うん、広いね。もうね、うん、シート、あ、斜めにそれしてあるもんね。そう、なんかこう背中をね、うん、こうもたれかけやすい。そうだよね、うん、斜めになってるから角度が、うん、いいね、くつろげそうだね、相当ね、うん、はい、じゃあヤマメが座った感じですね。3人ぐらいは座れそうな長さの椅子ね、うん、横にもこうくつろげるんじゃない。うん、あ、いいじゃん ね、 ね、この長さだからできるこのカウチソファー風な使い方、うん、これもちょっとくつろげそうだね、うん、うん、じゃあ俺も座ってみるよ、うん、こっち側はどうかな。お、いいね、机でかね、広いよね机座ってみると分かるけどでかいね、うん、ここがさ、こうじゃないんだよね、うん、これだけなんだけど広く見える、うん、うん、でも確かに背もたれがね、斜めだし安定してる、ね、安定してる。ここまた隙間がね、こうあってさ、うん、こうカフェ風のテーブルにも見える、ね、かわいい、うん、かわいい。はい、じゃあね、正面から見るとこんな感じです。俺だったらね、こういう風にね、くつろいじゃん、うん、贅沢にこの角に背中を置いてね、うん、もうこんな感じで、もうテレビなんかでバブ見ちゃうからね、うんうん、やっぱさ、撮影でずっと立ってたじゃない、うん、さっきまで、うん、今やっとね、やっとというかダイネットだってね、くつろぐ感じで撮ってるからやっと座ったんだけど、うん、座るとさ、この景色の空間の広さとさ、うん、なんていう、可愛らしさっていうのかな、うん、すごい分かるよね。そうだね、うん、で、山の方を正面から見るとこんな感じ。結構ね、俺から見る感じ、うん、上のね、バンクベッドってさ、完璧に上に折りたたんでるじゃない、うん、だから山の上の部分というかな、頭の上の圧迫感がね、うん、ほぼないね、うん、全部まっすぐ垂直に上に上がってるから。そうだね、そう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 、うん、あまりこう気にしなくていいというか、うん、いいよね、この感じも、うん、でね、うん、この車両には、はい、女性が嬉しいポイントがあるんで、うん、女性が嬉しいポイントがある、ね、女性が特に嬉しいポイントなるほどね、うん、男性も嬉しいかもしれないけど、オッケーオッケー、ちょっとここ、うん、はいはいはい、はい、そこ見て、ん、なんか丸いダイヤルみたいな、そう、うん、あれね、うん、まあとりあえず出していい？いいよ。このね、手前の方、うん、右側の方を引っ張ります。はい、ここ、おお、なんか出てきた。そう、これをこの反対側にね、引っ掛けるところがあるの、うん、ここまで伸ばしてここに入れます。おお、なんかロープ出てきた。そうで、うん、左側のやつを右に回すと、うん、こうカチッってなるから、はい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 、ここまでやってね、はい、これね、うん、ここに洗濯物を干せるんです。なるほどね。そう、ああ、よくこうアパートとかにあるやつだ、うん、確かにもう落ちないもんね、これだったら。このね、左側のこれでロックできるんだ、うん、なるほどね。そう、やっぱさ、梅雨の時期とかさ、うん、こう洗濯物雨が多いから。そうだよね、開かなかったりするじゃない、うんうんうん、そういう時にこう車内でさ、うん、こう干しておければ便利だよね。でもさ、これだけじゃちょっと足んなくない？そんなことね、うん、みんな思うのそうなの、先手を打ってるんだ。あ、先手打ってるの。そう、はい、チキな。あ、お願いします。ここ、うん、ここ、あ、同じのがある。そう、うん、しかもこれ2個あるね。なるほどね。そう、じゃあこれ上のやつね、うん、いっぱいあります。はいはいはい、ちょっとどいてくれる？え、こっち？こっち来るの？わ、すご。え、どこまで行く気？どこまで行く気なのか。まさかそのホルダーに。あー、すごいじゃん。長めっちゃ長いやん。そう、あとまたロックすればいいんだ、あっちで。そう、ちょっと今ね、あれだから押さえてるけど、うん、すごいね、これこんだけあればさ、うん、かけられるでしょ。全然余裕。例えばだけど、うん、ここにね、いろいろ服とかかけるじゃない、うん、濡れてる服とか、うん、FF ヒーターとかで炊くとさ、あ、すぐ乾燥させられるから、うん、ちょっとこの浴室乾燥機みたいな感じで使えたりするかもしれない ね、 そ、 うね、うん、それはちょっと面白い使い方だな、ね、キッチン来てみました。はい、キッチンもさ、かわいいでしょ。なかなかね、その蛇口がかわいいんだよ ね、 ね、俺が見るに、ね、うん、これやっぱりさ、女性がさ、特にさ、うん、こうお料理する機会なんか、うんうん、だからさ、これね、かわいいよね。ね、そのアーチ型っていうのかな。そう、ここがかわいいし、そうそう、このタオルもさ、いいよね、うん、そうだね、タオルハンガーって必須だからね、うん、こういう時にね、洗ってね、
そのキッチン周りにさ、そのスイッチ関係が全部集約されてるのもいいしさ、うん、あと何がいいってお湯出るよねそこね。あ、そうだね。ね、うん、走行中とかにも温められるらしいから、うん、まあ奥様がねお皿洗いをするとかねまあなんか洗面するとかね、うん、時はお湯も使えるし、うん、結構この女性も嬉しい装備というか、ね、整っているような気がする。いっぱいだよ。うん、まずシングルバージョン、うん、はい、うん、に寝てみたいと思います。はい、お願いします。はい、どうかな、ちょっと頭が当たるかな、うん、うん、でもこんな感じかな、うん、斜めならそのままでも寝れそうなのかな。全然寝れるよ。そうだね、うん、うん、この状態で今メジャー測ってみたらね162、3ぐらいかな、うん、になっておりました。で、まあ、この背もたれね、結構分厚いんだけど、これ延長ベッドとして外してね、こっちとかに敷くなり、まあ、どかすなりすれば、一応長さはね、1850になるみたい。だから俺の身長でも寝れる。うん。広いよね、そしたら、ね。結構変わるね。そう。極端に変わるよね。はい、こんな感じです。ダイネットベッドに横になってみたいと思います、うん、延長版ね、さらにね。さあ、どうかな。あ、まずここがなかなかふわふわだね。あ、ふかふか、うん、分厚いもんね。ね、いただきます。 あ、結構足元も余裕があるね。すごいね、うん、広々。これね、延長するとさ、両側背もたれも外してマットの方にはめるからさ、うん、その分もね、ちょっとゆとりが出る。そうだね。だからもしシングルだけにすると少し狭いのかもしれない、うん、あ、ここがね、うん、うん、だけど現状めちゃめちゃ広い。めちゃめちゃ広い。うん、寝返り超余裕なんじゃないの。寝返りなんてもんじゃないでしょなんかだるそうな転んだなすごい。いいね、広い。あ、広い。ゆるキャラみたいに転ぶねじゃあ俺もこっちから、うん、で転がってみる。よいしょ。おお、いいじゃん。おお、どう、ぴったりぐらいじゃない俺。あ、そうだね。ね、うん、1850ぐらいあんのかな、うん、広いな。確かにここはここでね、また上とは違う開放感があるね、うん、うん、こっちだったらテレビを見ながらね、うん、くつろぐこともできると、うん、いう感じよ。
それじゃあバンクベッドに登ってみます。お願いします。もうこれは余裕だね。あー余裕だね、うん、しっかり寝れてる様子、うん、そして遠い、また遠いここがさパタンってこう延長になってるから、うん、なんだろう、2人で寝る分にも1800っていうと相当でかいからね、横向きって、うん、そうだね、うん、ダブルでも120-30とかぐらいだから圧倒的に寝返りとかやばいと思う、うん、相当広いでしょ、うん、ね、で結構さバンクのその布の色ってさ、うん、グレーが多いイメージだけど、うん、これなんかこう落ち着いた茶色だよね。そうだね、うん、眠りやすそうなカラーでね、落ち着いてます。じゃあ俺もそこ登ってみようかな。うん、もう直接横でいっか、うん、縦はね狭いんだから。よいしょ。おー、どう？どう？よいしょ。あ、眩しい。あ、もう全然当たんない、うん、なんちょっとここ見えないかもしれないけど、頭にね、確かにね、3センチほどの余裕があるよ、うん、で、まあ今ヤマメがいるから横のね、向きはいけないけど、こっち向きとかね、ああもう、あ、やばい、寝る。すごい寝やすいっていうか、寝返りが打てるのとさ、うん、俺結構横向き好きじゃない。あ、そうだね。そう、だからこれさ、言っちゃえば横幅が180センチあるベッドだ、特大ベッドなわけじゃん、うん、でも、こんな、こんなんで、こんなんもう自分でスペースめっちゃ使えるよね。自由だね。2人で寝たとしてもね、うん、最高だな。でかい。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日は NTB さんのキャブコンさくらをご紹介させていただきました。どうだった、山くん、見てみて。うーん、すごいね、うん、内装がね、うん、おしゃれで、おしゃれだね。照明とかもおしゃれでよかったんだけど、うん、一番のお気に入りは、うん、あそこのリアベッド。あー、だよね、うん、あのちょっとお高そうなカプセルホテルね、うん、キャブコンの後ろにある感じ、ね、そうだね、うん、あそこがね一番お気に入りかな。そうだよね、うん、なんだっての間接照明がおしゃれじゃない、うん、で壁が茶色だからさ、うん、そこに反射したオレンジ光めちゃめちゃ綺麗で、うん、それ俺今言おうと思ったんだけどな先に出されちゃったな、うん、テレビもそうだな、ついてるし、うん、テレビもついてる、あとコンセント、うん、あるし、あと USB もさ、うん、挿せるからさ、うん、もう携帯の充電とか、そうだね、そう、もういろいろできちゃうやん、うん、なんか女性が喜びそうだね、うん、こもってしまいそうだね、そうだからね、うん、いいと思う。いいね、これお料理作らないでこもっちゃうじゃないかな奥さんが。あれあなたとか、あなたとかそんなことないで俺がね気になったところといえば、キッチンはすごいやっぱいいかな、うん、うん、スマートに全部収まってるし、うん、蛇口がめちゃめちゃ可愛い、うんうん、だけどその災害とかやっぱいろいろ考えると、うん、トイレの中のラップポン、うん、これはやっぱいいね、うん、あの水がいらないから、うん、まあ変な話電気さえ通ってればこれソーラーで充電できるし、うんうん、すぐにね水なしで排泄物の処理っていうのができる、で燃えるゴミで捨てれるからね、すごくない、うん、それって、あとその手で触らなくていいじゃない、袋とか縛ったりね、タイラップつけたりとかないから衛生的に処理ができるし、そのあたりは旅とかじゃなくても多分活用法が出てくるなって思った、うんうん、でその災害っていう部分で考えるとね、うん、これソーラーがさ純正で4枚つくの、うんうん、でオプションでさらにこう1枚とか2枚とか、うん、あとマックスファンの兼ね合いもあるんだけど、うん、枚数変えられてエアコンの稼働で例えるとかなり長い時間、うん、車内を冷やすことができたりするの、うんうんうん、でまあチャージャーも優秀だからバッテリーの充電も早いし、うん、とにかく夏エアコンが欲しいじゃない、俺もほら車にエアコンつけたけど、うん、そうやっぱね夏ってエアコンないとダメなんですよ、うん、あの夏を外して食べに行くか電源サイト行くかっていう形になっちゃうと思うんだけど、それって結局災害の時って無理じゃん、うんうん、もう災害って関係ないから、うん、もう暖房が必要だ冷房が必要だなと思うんだけど、そういった時に太陽のこう自然エネルギーだけで充電がちゃんと早くできる、で一晩ちゃんと夜使用できる、でまた次にまた充電できるっていう繰り返しのサイクルができれば、多少節約することができればね、うん、結構自立型に近いぐらいこれ循環できるらしいから、うん、それなかなかすごいよね、うんうん、備えあれば憂いなしってこと、そうだね、うん、いい装備なんじゃないかな、遊びにもそうだしそういった災害にもそうだし、うんうん、ということでこんな感じでさくらの方ご紹介させていただきました。こちらの車両ね気になった方ぜひ説明欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックの方お願いいたします。ということでさくら気になった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。